今川動画製作所。性別転換シリーズにおいて放送が始まっている時間軸なのに牧村の右手の傷がないというご指摘をいただきました。端的に回答しますと、このシリーズ開始時は別世界線のパラレルのつもりでいたため、すっかり作家と絵師が傷について失念していたということになります。誠に申し訳ありません。しかしこの性別転換くらいは牧村の右手が動く状態でいさせてやりたいという気持ちもありますので、矛盾は生じますが、このシリーズは本編と薄くつながった構想中だけど右手の傷は完治しているパラレルということでご了承ください。俺の名前は牧村ゆか、暴力団大番組系今川組の若頭補佐。ん？今名前に伏せ字入ってなかった？おかしいな、編集ミスかな。どうしました？ああ、いや、なんでもないです。昨日俺と回転組若頭の黒瀬さんは牧野くんの事務所に泊めてもらいました。それもこれも性別転換のせいです。上司幹部編で俺たちは一度女性化し、とんでもない日々を過ごしたものの、しばらくして男に戻ったので安心したのもつかの間、入れ違いで舎弟たちおよび部下の人たちが全員性別が変わりました。おかげで俺は自分のマンションに居場所がなくなってしまい、黒瀬さんは黒瀬さんで女になった舎弟たちに迫られるという事態になったそうで、牧野くんに助けを求めたわけです。改めて説明すると、ふざけんなって状況ですよね。誰だこのガバガバ設定考えたの？そこは仕方ないんじゃないですか。せいぜい続いても2話までだと思ってたのにシリーズ化しちゃったから。黒瀬さん、モノローグと会話するのやめてくださいよ。というか、なんか寒くないですか？エアコン入れてきましょうか。ん？いやー、女性化してる！なんで戻ったじゃん。戻ったのにまた女性化するってありなの？ひどい、裏切りだ。裏切りですかね。そんなことより牧村補佐、出してください。黒瀬さん、昨日私は自分が持ってきた寝袋で寝たじゃないですか。目が覚めたらこうなってて出られないんですよ。潜り込んじゃってる。チャックに手が届かなくて開けられないんですよね。黒瀬さん、女性化した時小さくなりすぎですよ。大丈夫ですか？すみません、助かりました。黒瀬さん、そんなラブリーなパジャマ着て寝てましたっけ？いえ、シャツでそのまま寝ましたけど、気がついたら変わってました。なんで俺らいつも性別変わると服もチェンジするんですかね？それは苦肉の策なんですよ。性別が変わったキャラにスカートを履かせてみたいし、可愛い格好もさせたい。でも本人の意思に任せると絶対にそんなの着ないので、もういきなり服をチェンジしてしまえと。黒瀬さん、作家 T シャツ持ってたりしません？何の話です？牧野くん、近寄るな林田、来るな。何やってんの？林田が目が覚めたらそこにいて。社長、自分の部屋では完全に油断して爆睡してるんですね。寝顔可愛かったです。林田さん、牧野君襲っちゃダメでしょ。まだ何もしてないですよ。まだ？だって目が覚めてからじゃないと反応面白くないし、怯える社長死ぬほど可愛いし、寝起きに男に襲われるなんて今までの人生で一度も経験したことないだろうし、ちょっとくらい脱がしたり触ったりしてもいいかなって。本当の意味で襲ってくる気満々じゃねえか。男性化した影響ですかね。そんな美味しそうな見た目してるんだし、ちょっとくらいいいじゃんって思っちゃって。男って最低。明け方トイレに起きたら牧村さんたちが女の子になってたんで、これは社長もって思って部屋に入ってみたら大正解でした。俺はお前の部屋に打ち鍵つけたし、用がないときはそっちに近づかないようにしてんのに、お前ひどくない？社長、紳士ですよね。じゃねえだろ。てか、そもそもなんで林田さんは男のままなの？さあ、全員性別転換したバージョンが見たいと言われたからでは。また視聴者か。マジで視聴者の意見に左右されすぎる制作スタンスはどうかと思うんですよ。
本編で頭使いすぎて別館の内容は脳使ってないですからね。誰の話ですか？俺ビジホ借ります。家出ます。あ、うん、それがいい気がする。せっかく私と社長のラブラブ新婚生活が展開されるチャンスなのに。監禁生活の間違いでは？メリーバッドエンドっていうやつですね。私好きです。いや、これ普通に鷲尾さん案件でしょ。牧野くんの同意がない時点で通報すべきでしょ。社長、いいじゃないですか。一緒にいましょうよ。社長と一緒じゃないと私嫌です。寂しいです。セリフだけ聞いてると可愛いこと言ってるのにな。牧村さん、そっちの家止めてください。あ、そっか、俺んちも今全員女性化してるんだ。じゃあそれでも。私もお邪魔しても？黒瀬さんは自分の家に帰ってください。一緒にパンケーキパーティーしたり、隅っこの映画見たり、ポケモンやったりしましょうよ。ちょっと楽しそうですけど。ダメです。だいたい組を放置していいんですか？若頭なのに。あ、ヒロさんですか？下にいます。牧村さんまた女性化してて。はい、玄関開けるんで上来てもらっていいですか？なんでヒロに電話してるの？あいつ今朝もここ来てたのかよ。全然反省してねえな。あ、来た。牧村さん、また女性化してるって本当ですか？怖い怖い怖い、圧が怖い。昨日小塚さんたちに説得されたんじゃなかったんですかね？説得されたんで牧村さんに LINE 攻撃すんのはやめました。ああ、抑えたのはそこだけなんですね。全然響いてねえな。俺ら全員女なんでもう問題ないですよね。男のいる場所に寝泊まりさせられません。連れて帰ります。ヒーロー、それブーメラン。性別転換2を見てみようか。ギャー、ヒーロー離して。逃げるからダメです。若頭補佐命令です。離して。聞けません。暴力団員は上の言うことは絶対では。そもそも牧村さん、状況わかってんですか？今構想中なんですよ。二次団体の若頭補佐なんて一番狙われやすいポジションですよ。なのに一人でフラフラと。危なすぎます。正論言われた。別館では構想関係なしでいいじゃないですか。つうわけで回収すっから、もし今後牧村さんがここ逃げ込んできても。わかってます、大丈夫です。絶対入れません。ひどくない？その代わり、もし牧野さんがここから逃げてそっち行っても入れちゃダメですよ。おい待て林田、闇取引。牧村マンション。おかえりなさい。ほどいて。了解っす。これ自分とこの若頭補佐にする扱いじゃないよね。ひどいよね。あんまりじゃないかな。すんません、昨日もやりすぎだってかなり厳しく怒ったんすけど、ちょうどテレビで某山口組の構想で某組長が襲撃されたニュースやってて、いても立ってもいられなくなったみたいで。現実の構想の余波がこっちに来るのどうかと思うよ。そもそもさ、新海組長だって女性化しててそれどころじゃないじゃん。ある意味で一番安全な状況じゃないのこれ。逆に何が起きるかわからない状況だから危ないんじゃないですか。とにかく牧村さんがここにさえいてくれたら俺はおとなしくしてるんで、目の届かないところに行かねえでください。頼んます。牧村さんちます。やっぱ女子化してましたね。あれ、もう知ってたんだ。野口さんにでも会った？いや、牧野から悲鳴混じりの電話が来てて。やっぱり通報案件なんじゃないかな。俺無理やり連れてこられちゃったけど、向こう大丈夫か心配だよ。俺もさすがにやべえかなって思って様子見に行ってきたんすよ。そしたらドア開けてもらえなかったんすけどね、インターホンで林田ちゃんが犯罪行為はしませんって言うから、まあいいかなって。ドア開けてもらえなかったって、そもそもまだ向こうに黒瀬若頭いるみたいなんで大丈夫じゃないすか。牧野くんにとってはある意味で地獄みたいな環境だな。というわけで今度みんなで温泉行きません？絶対再生伸びると思うんすよね。いけません、そんなハレンチな動画。ハレンチって
俺も嫌です。直視できねえししたくねえっすよ。とりあえず全員性別転換しました。次回どうするかはまだ決めてないそうです。ご視聴ありがとうございました。裏世界ラボ別館今川動画製作所のチャンネル登録と高評価もどうぞよろしくお願いします。